こちらのポッドキャスト。どうも石田です。団長です。どうもお久しぶりでございます。ちょっと何やらね、お久しぶり。だいぶ期間空けてしまいましたね。ちょっと、はい、ちょっとバタバタしておりましたかね、お互いね。そうですね、ちょっとお互いバタバタ、すれ違いの日々が、うーん、あーってなったりね。本当にもう申し訳ございません、こんな感じでやらせていただきます。お久しぶりでございます。もう忘れちゃってたかな、もういなくなったかな、みんな誰も。今ここでしょ、ね、うーん、今ここも焼け野原ですこんなことやってると。まあまあちょっといろいろありましたね。団長、はい、あなた今舞台やってて演出家としてねやってたのに、うん、急遽出演。そうですね、その昨日、うん、だから昨日土曜日から、はい、土曜日から、うん、12日土曜日かな、うん、8月12日土曜日から出演者の体調不良で降板で、体調不良で降板になっちゃって、だから昨日の土曜日の昼ステージが中止になったんですよ。おー、はい、なかなかですね。ではい、まあ、どうするみたいななるじゃないですか。なるね。続ける前後に中止続けるとか、うん、続けるにしてもいろんなその台本書き換えて、うん、その一人がいなくなるのを考えるかとかいろいろまあ模索した中、はい、結局やっぱ代役で出んのが一番ええぞってなって、まあそれか、やっぱその京都演劇界の宮沢りえ子と僕が旧代役で聞いたことなかったけどおー、三谷幸喜さん的なやつだね。三谷幸喜として、うん、三谷幸喜としてうん、三谷幸喜ずらして出るっていう、はい、いやー、三谷さんもなんかいっぱいやってたもんね。まあね、ショーマストゴーンって言って、まあ、うん、まあその俳優さんは、うん、あの流行り病とかじゃなかったそうなんですけども、やっぱりねこの時期そのやっぱ舞台でちょっと体調不良が出ると、うん、そういうね、まあそうね、大事を取るっていうのがまあ基本ですから、いやー、なかなかやっぱこう、うん、大変やったんやなって思いました。いやー、そうですか。でももう震えてます。昨日はだから正直、はい、キャスト変更1回目やから言ったらもう言い方悪いけど企画というかイベントじゃないですか、うん、ある意味。まあまあね、こう、うん、楽しみにしてるお客さんにしてはちょっとこう申し訳ないかもしれないけど、うん、申し訳ないけど、私はやっぱそのもうシャッフル、キャストシャッフル公演的なじゃないけど、まあね、ちょっとこう、見たいっていうのもあるし、うん、そういう思いからやってくれるだけで嬉しいっていうのはあると思うんで、お客さんからしたら、うん、まあまあ僕がお客さんだったらそう思う時はあるんで、うん、そのなんとごまめ感というか、うん、そのアドバンテージっても昨日で終わりじゃないですか。今日からはもう普通のあ、昨日のお客さんはまあそうか、そう、でもまあもうそのやりますっていうね、昼中止になってここからどうなるのかな、もうやりますやります、僕が引き継ぎます、もうすいませんっていう、みんなでね、もう座組長頑張ります、はい、もう昼のステージほんま申し訳なかった、今日から頑張っていきますの一発目やから、ある種そのなんか祝祭というか、まあちょっとこうね、こう、うん、もうこっから一からスタート、多めに見てくれる感じはあるかもしれない、うん、確かにちょっとだけ、もちろんさ厳しい目の人もいると思うけど、うん、まあ、まあまあね、優しい人ももちろんいるっていう、うん、今日からも本当通常営業なんでそうなったら別に俺シンプルに2回目の人やから、ね、稽古もしてない、ね、2日目のおっさんが出てくるだけやから、うん、とはいえちょっともうクオリティ求められるよね今日から。そう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 、だただただ苦しい時間が続いていくぞっていう、その、うん、おわー、そうですか、ちょっと頑張ってくださいこの後昼のステージ、そうなんですから、もう、はい、11時には劇場入らないとダメなんで、はい、うわー、すごい。セリフはどうだったんですか、やっぱ自分で書いたセリフだし。ああ、もちろんもちろん、2、3個完全に飛ばすっていうのが起きましたけど。いや、もちろんもちろんじゃないです。うんうん。でも、その流れとかもちろん分かってるし、自分で書いてるし、演出もしてるから。2、3個飛ばすのはあったんや、でも。2、3個やっぱね、うん、この時間はなんだってなって、みんなで迷子になった瞬間あったけど、うん、あれ、誰やねんって言って台本喋ったら僕でしたわ、明日で。いや、そりゃそうやろ。絶対そうやろ、その。
単調やろそら。そうですか。いやー、はい、すごいな、大変ですねそれは。まあ、でもなんかね、座組がまあいい人たちっていうか、うん、結構こうポジティブにみんなをやったぜ、ね、やるぜっていう感じの人たちなんで、うん、なんだよこれっていう人がいないんでね、なんかこう、はいはいはい、みんなでやってます、ほんと、まあ、演劇やってます、ね、青春演劇やってますわ。いやー、そうですか、素晴らしい。吉田さんはどうですか、売れましたかリバー。いや私はそうね、リバーは引き続きというかまだまだ上映続いてるっていう感じですね。ありがたいことに、もう1ヶ月も過ぎましたけど。そうですか。もう2ヶ月になろうとしてるよ、こっから。前はどんぐらいやってたんですか？ん？前はどんぐらいやってたんですか？前のやつは。ドロステ？うん。ドロステはだってもうほとんど、まあ公開されてないっていうぐらいの感じですからね。まあ本当にど真ん中だったんで、コロナの。あ、うん、公開延期になって、うん、そう、舞台公開、何、3週間ぐらいだったんじゃない？ 1 ヶ月やってないと思うよ。そっか。うん。あ、でも地道になんかずっとやってた感じはあんのかな。でもまあ、本当に、そんなに長いことやってないと思う。オンラインとかでやってたし。まあ、今回でも本当にロングラン。ロングランと言っていい？ロングランでしょ、これはもう。うん、長いこと走り続けてる感じはありますよ。まあ、まだまだ、9月になってから、こう、公開されるっていう、公開というか、上映される上映感が増えてってっていうところもあるんで。うん、いや、素晴らしい。しぶとく。いやー、しぶとく、ずぶとく、生きていきましょう。ずぶとく行こうかなと、うん、まだやってんのみたいな。うん。流れないでよ言いながらずっと流れてるやんみたいな、うん、あら、もう言われ、うん、もう嫌やなって思われるぐらいずっとやってた、うん、まあね、やっぱ肉も肉にはばかる、1年ぐらいやってた。やってください。僕もそうじゃないと見に行けないんでね、やっぱり。早く見に行って、早く見に行って。ムービチケがちぎれる前に。いや、そうだよ、まだ見てないの？見てない。ちょっともう終わるよ、本当に言ってる前に。終わるでしょ、まだまだ続くでしょ。いや、確かにね、東京はね、まだあるんで、まあこの公演が終わったら、はい、死亡フラグじゃないですけど、この公演が終わったら見に行こうかなと思ってるんで、はい、でも団長が見に行ってしまって終わるんかな。僕見た瞬間に全部の映画館潰れてるんで。なんか封がね、閉じるみたいなさ、団長が見た瞬間、いや、ちょっと見る方がいいのかな、団長が。見る見る詐欺で、ムービチケ無駄になったっていうエンドが一番いいんかもしれないですね。いや、見ないことによって、公開続いてるって可能性あるからな。確か、俺に見せるためにね、神が。あいつまだ見えへんなっていう流れがあるかも。そうそうそう、うん、それがトリガーとなってみたいな。でまた僕、目覚めたら戻ってるんでしょ、その見えへんかった時に。見えへんかったっす。またあれループして、まあ、7月31日ぐらいにループしてるんでしょ僕。あ、見ない方がいいのかな。いやいや、見に行ってください。お願いします。いや、ぜひぜひ楽しみたいと思います。あとジャックですよ。ジャックが小さくないけどサライはするジャック稽古中ですね。なんか、いや、ツイッターね、今 X か、 X を見てる限り、なんか、皆さん和気あいあいというか、その誰が犯人なんだろうみたいな、みんながその、そうね、ミステリーコメディ、ミステリーかけてるなっていう感じが、ミステリー犯人煽りね。でも本当にそういうミステリーコメディ、誰が犯人なんだろうなと思いながら見る、めちゃくちゃ予想してしまうと思うけど、めっちゃ予想せんどいてほしい。当たるから？当たる、当たるから。当たるから。まず舞台装置とか見て、あれ怪しいなとか思いながら見んといてほしい。あ、できるだけその、もうぼんやり、ぼんやり、もう何見る、もう本当によ、もう推理せんといてほしい。なるほど。横目で間接視野で見るぐらいがいいってこと。もう何にも、もうぼーっとアホの感じで見といてほしい。だからどんどん驚いてってほしいから。
はい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 、あの、うん、推理小説をもうエンターテインメントとして読むタイプね。そうそうそうです、予想しながら読むんじゃなくて、うん、予想の楽しみじゃなくて、うん、目の前で起こることをギャーってなっていけば。いや、ミステリーとかすごい人いそうじゃん、やっぱ。いや、そりゃ考察する人とか、ね、あーっていう人とか、だか謎解きゲーム好きな人とか、脱出ゲーム好きな人なんかは、もうすぐですよ。ね、石田や、うん、すぐ。石田や、お前、あいつ犯人や。あいつやぞ。ありえるんで、本当に。ちょっと、優しい目で見てほしいですね。お願いします。いや、楽しくやっておりますよ。なんか順調ですわ、稽古も。そうですか。え、公演っていつからでしたっけ、はい、9月9日に立東公演か、立東プレビュー。で、京都公演が16ぐらいやったかな。そんな曖昧なこと言っちゃダメだよな、はい。いやー、でも東京公演見に行こうかな。ああ、お願いしますよ、それは。ぜひ。はい。いや、おかげさまで、ちょっとチケットがね、なくなってるんで、言ってくださいね。あ、こう言ってください、ね。あんまりだ。チケット頑張って取ってくださいね。自力で。自力で、ね。チケットピアに並びます、ちゃんと。お願いします。はい。行きますか。行きましょうか。はい。あ、リットプレビューが9月9日ですね。やっぱ、京都公演9月14日からですね。なるほど。東京公演9月20日。で、高知、福岡、広島、大阪、横浜、名古屋、魚津と回ってまいりますんで。俺、魚津見に行こうかな。あ、魚津行こうよ。ねえ、魚津行きましょうよ。魚津いいよな。富山。はい。富山、東京から別に近くもないか。近くもないかな。大阪行くよりかは近いか。いや、魚津行ってみたいっす、魚津行きましょう。前、新潟行ったんでね。そうね。前回は僕新潟公演見に行ったんで、地方公演見に行くおじさんになろう。すごいね、それ。いいですね。福岡来てよ、福岡。空。福岡、まあ行きたいけど、マックス遠いからな、うん、福岡。まあ確かにね。でも、飛行機ならさ。確かに、フェリーとかね。うん、逆に。フェリー遠いよ、めちゃくちゃ遠い。フェリーの旅で。1日かかるんじゃない確かに24時間ぐらいかかりそう。はい。はい、行きますか。行きましょうかね。はい、はい、カクテル恋愛相談室、ループしたいこと、はい、随分前のトークテーマですけども、はい、ごめんなさい、今外でちびっ子が叫んでますけど、気にしないでくださいね。はい、はい、入ってるかもしれないですけど、ループしたいこと、はい、ループしたいこと、はい、ではでは、ちょっとだいぶ前のねトークテーマなのであれですけど、はい、闇さん、ありがとうございます。医者さん、団長さん、こんばんは。6月30日といえば、むちゃくちゃ昔の話になってるな。昔やな、これ。すいませんね。6月30日といえば、京都市内の人は水無月のお菓子食べますね。うん、他府県から京都に来た私にはびっくりの行事でしたが、今ではしっかり染まって毎年食べてます。みなずき、今年後半も皆様元気で過ごせますように。ありがとうございます。トークテーマ、ループしたい頃ですが、もちろん映画リバー流れないでのエンディングテーマが流れた時、もう終わり、ループしようと思いましたよ。ありがとうございます。はい、あとは毎週楽しみにしてたドラマの最終回が終わった後、ループしようと思いますし、大好きな舞台を見た後、客席でループループと心の中で叫びます。やーみ、わかる。ドラマって本当に終わってほしくないなって思うもんな。そうっすね。やっぱその今のドラマってほぼクールが決まってるじゃないですか。そうね。その10話で終わるとかが、うん、そのだからもう分かるじゃないですか、もう終わるっていう、終わるなってね、終わっていくなっていう ね。確かに、あの切なさってすごいですよね。寂しいよな。うん、終わってほしくない感じあるよな。水無月のお菓子が全然分からへんけど、水無月のお菓子ね、あるんですよ。へえ、何ですか、水無月のお菓子。うん、なんかあるんですよ。何ていうの、水無月のお菓子ですよ、どうしか言いようがない。はい、次行きます。はい、あ、これもだいぶ前の情報じゃないですか。エリリン、エリリンさん、
石田さん、大事なこんにちは。リバー流れだよ、観客動員1万人超えおめでとうございます。ありがとうございます。1万人超えでございます。今どんぐらい行ってるんですか。今なんかでも俺2万個は超えたみたいな見たの。今5万人じゃない。5万超えてんのか。すごい、5倍ですよ、うん、これエリリのメールが4月1日なんで、この1ヶ月で4万人増えてます。だから確かに本当だと思ったら、バイバイゲームというかね、本当すごいすごいことです。これは確かにね、1万人超えの時だ。ありがとうございます、はい、でこの時すでにエリリンさんは明日8回目の鑑賞に行ってきますので、エリリンさん大ループかましるようでございますけれども、ありがとうございます。はい、さてトークテーマ、ループしたいこと、はい、解散してしまったので V6 のライブが永遠にループしてくれたらなと思います。2021年11月1日に戻って永遠にその日が続けばいいのにと思います。とはいえ、いまだにその日のライブ映像は見られないままです。どうやったら気持ちを寄り添ってできるのか、1年半経って今でも模索中です。それだけ V6 は私の青春そのものだったからでしょうか。私の気持ちも一生ループしていそうです。なるほどな。だから推しのね、推しの解散とかは結構辛いでしょうね。まあね、戻りたいでしょうな。戻りたいでしょうな、確かにな。ループしてんと思いますわな、うん、確かに。はい、まあ、ループせんからな、なかなか人生は難しいですよ。じゃあデルタ、はい、デルタさん、こんにちは。いい、これもいい古さですね。京都は祇園祭りが始まり、蒸し暑い日が続きますね。ありがとうございます。3、4週間ぶりでございます。ありがとうございます。随分メッセージ読んでなかったな、すいませんね。ありがとうございます、はい、トークテーマ繰り返したいことですが、親友との旅行。地元の親友4人とは私が帰省した時に会うんですが、年に1度か2度なので話したいことは山のようにあり、会うたびにいつか一泊でいいから旅行したいねと話しました。それぞれの子供の中で一番年下だった子が今年大学生になり、思い切って計画しようよと約30年ぶりに念願叶い実現しました。本当に何でも気兼ねなく話せる親友のありがたさを感じながら、たくさん話し笑い、そして話はしなくてもそれぞれが抱えている問題があることは感じていて、また明日から頑張ろうねと笑顔で解散しました。素敵じゃないですか。1年経って同じ時間になったら、旅行の朝の集合場所に戻ってこれるなら最高だな。これから毎年とは行かなくても繰り返し旅行できたらいいなと思いました。いいですね。友達、地元は大事ですから。旅行行ってる最中ずっとこれ、まあ時止まってしまったらいいのになと思う時あるもんな。あー楽しくて、もう楽しかったり、こうのんびりしててね、このままもう素晴らしき、まあいいですね。また旅行行ってください。行ってください。 Tボイさん、石田さん、男女さん、 T ボーイです。さてトークテーマ、ループしたいこと、この間中学の時大好きで未だに忘れられない先輩と夏祭りに行くという夢を見ました。おお、夢、僕からしたら最高イベントですが、他人からすれば未だに引きずっているのかというゲロキモドリームなんですが、こういう夢から目覚めた時はループしたいと思いますね。ループしていきます。こんなゲロキモトークは叱るべきラジオにメールして、思い出もろとも水に、いや一級河川に流します。ということで次回トークテーマリバーもとい水に流したいこと、いかがでしょうか。ああ、いいね、水に流したいこと。素晴らしい、いいトークテーマ。ああ、確か夢もう一回見たいなみたいなのあるよね。わかる、なんか今の夢、エロい夢見た時とか、ああ分かる、もう一回行くかなとかエロい夢見た時もう一回見たい、壊滅だったからってなるけどねもうその時カッと起きてるから、もう無理ない、見れないんだよね大体。そうなのよ、夢の続きとかな、そうあーとか思う時あるよな。怖い夢とかに限って続き見たりするんよ。うまくいかない、じゃあ次いきますか。はい、ラジオネームバリバリさん、ありがとうございます。金曜ロードショーを見てたら石田さんが姫線の CM 出てきて嬉しびっくりでした。そうですね、姫線、はい、姫線の CM 出てるんですよ今。姫線って何ですか。姫路セントラルパークですよ。ああ、はい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 、団長、姫路セントラルパーク遊園地知らんやろみんなが知ると思うなよ姫線
そう、ヒラパーみたいなこれですね。まあまあヒラパー、姫瀬兄さんですね。そういう姫瀬兄さんすげえじゃないですか。そうなんですよ。あ、団長見てないですか CM。 いや見てない。へえ。うわ見たい。ぜひ見てください。 YouTube でも見られるんで、ぜひ。あ、そうなんですか。あ、ぜひ見ます。姫瀬吉田さんといえばやっぱりあのガンダムね。ガンダムの CM ずっと言ってんだ。団長だけだよそれ。本当に未だに言うの団長だけなんだ。戦場の絆っていう、やっぱ石田さんといえばスター。戦場の絆に出てる人ってやっぱ最初会った時やっぱ僕らそのスターやーってなってましたから。やっぱ戦場の絆の人とイリューの人がいるっていうので僕ら盛り上がってましたから。長野石田やっぱフットスターだってなってましたからね。TV スター、はい、それが今は姫戦で、姫戦で、姫戦兄戦をしてもらってます。はい、バリループしたいこと、はい、初めて付き合った彼との初デートです。リバでもまあデートしましたが、めっちゃ好きだったので何回ループしてもいいです、うん、ちなみにそのデートでは地元じゃバレるから電車で1時間ぐらいのところで映画を見に行きました。しかも電車は1時間に1本だけ、間違えると1時間待ちもザラです。しかし帰りの電車を間違えて反対方向に乗ってしまいました。行きでは通らなかったトンネルを通ることで異変に気づきました。そんなトラブルになったものの、相手が冷静に判断して元の駅に戻ることができました。携帯もお互いに自分専用のがなかったからこそ確認ができずに起きたこれでしたが、いい思い出です。なるほど。お二人は初デート覚えてますか。初デート覚えてるな。僕も映画でしたよ初デート。僕も、うん、あ、映画、うん、何見た。リング2。リング2、ほら四国っていう、あのリング2四国っていうその2本立てのやつ。ああ、昔2本立てとかあったもんね。うん、死ぬ死ぬ国の四国。ここはそれ初デート、うん、なかなかやな、はい、どこですか映画。私はチャイルド、チャイルドプレイでしょ。チャイルドプレイ、チャイルドプレイ、チャッピーなんでホラーな。エージェントっていうさ、あのトム・クルーズの、エージェント、うん、ああ、はい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 、トム・クルーズの映画。へえ、そう、めちゃくちゃ覚えてるわ。でもでトベに映画館ないでしょ。あるよ。あ、トベにはないよ。トベにはないわ。松山まで行った。松山、松山まで行ってね、松山まで行って映画館行って、はい、で空調が効きすぎてて寒くて、ああなるほど。でその彼女がもう出てって、あ、寒いっつって、寒い、ちょっともう無理、ごめん寒いっつって出て行って、うん、でわーってなって、俺は普通一緒に出て行ってあげればいいのに、その、うんうん、大丈夫っつって心配で見に行くやん普通、彼氏やったら、うんうん、見に行く見に行く見に行くなあ、一緒に出るやんそれな、ま、うん、普通に考えれば、ま、見に行く見に行くってちょっと言い過ぎたかもしれん俺は。なんかなんかぼーっとしてて、俺ももう恋人とか初めてやったから、うん、あ、そう、わけ分かってなくて、初デートすぎて、うん、そんな気も利かず、もう、うん、おーっつって、映画見たすぎて、エージェント見たすぎて、エージェント見たすぎて、うん、でも全然戻ってこんのよ。なるほど。でもエージェント面白い、全然戻ってこんなと思って、うん。うん、で心配になって、それはそれで、そうね、うん、でちょっと探しに行こうかなと思って外出ようと思ったら一番後ろに立ってたんよ、その、はい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 、で空調寒かったから後ろやったらそんな寒くないから、で後ろで、うん、だ一回出て、うん、で戻ってきたけどその席行かず、うんうん、後ろで立ってて、うん、というか、お前なんで私を見に来んのみたいな感じでちょっと切れてる感じもあって、罠、そんなん罠や。私心配でなんで来んのみたいな、ちょっとありえないんですけど、うん、みたいな空気もありつつ、はいはいはい、はい、でなんか大丈夫やったみたいな感じ言ったら、なんか冷たく、うんみたいな、あれみたいな、うん、楽しいデートが、うん、で映画終わってもなんかもうちょっとこう無口な感じで、あら、めちゃくちゃ気まずくて、なんか大丈夫みたいな、うん、うん、その数週間、え、1週間後ぐらいに振られた、
高校生。いや難しいよ。むずいよ。高校2年生、高校1年生の、マネージャーの子だったけど。難しいな。無理だった。難しかった。はい、ほろ苦いデートでしたね。はい。女性。はい。次行きますよ。映画館で女性が空調寒すぎて出てったらすぐに見に行かないかなって思った。その時あったかい服着てけへんからやん。いや言わずったい。そんなん青すぎる。はい、ごめんなさいって言うまで言いますけどね。モテへんなこいつは。モテへんな本当に。いや石田派閥のガツラストですね。メッセージ、はい、得点はループしたいこと、はい、良い瞬間を何回も繰り返したいと思ったりします。リバーでも雑炊を食べ続けるとかありましたが、30分ループできるなら飲食店で注文するところから完食するところまでをループして全メニューを食べてみたりしたいです。なるほどね。メニュー変え、食べるもん変えていくみたいなね。お腹減り続けたら一生食えるからな。ループするからお金も減らへんし。たくさんあるメニューの店っていいけどな。確かに雑炊しかない店やったらね。いや地獄やな。でも確かにな、うまい店行った時、うわこれも食いたいなみたいな。わかる。うわ無理やなみたいな。でも腹減らんかったのに。お腹ややいっぱいになってからむちゃくちゃうまいメニューに気づいたりして。いやあと量が多かって食えんかったりな。もう本当にこのメニュー食いたいけどですね。あるな。中華料理屋さんとかもか中華あるわ。バゲモンみたいにちょっとシェアしようの感じで頼んだらバゲモンみたいなやつ出てきて、何じゃこれってなってね。カリカリするからな。中華料理は10人ぐらいで行きたいな。確かにちょっとずつ食いたいですからね。ちょっとずつ食いたい。でもこれはたくさん食いたいっていうやつもある。わかんない。これは俺の名があんのよ。マジで。これは俺が食いたいな。目もある。そうな。これ俺全部行くからね。つあんのよな。わがままやわ。ほんまに。人はね。人はわがまま。行きましょう。じゃあトークテーマ、次回トークテーマ。あ、今週こんな感じで。ちょっと、はい、今週というかまあまあね、ちょっと。まあまあちょっとふわっと。まあちょっとふわっとしてます。はい、すみません本当になるべくね。はい、なるべくやりましょう。やりましょう。水に流したいこと。はい。これでいきましょう。次回トークテーマ。そうしましょう。はい。といったところで今週以上です。また次回も聞いてください。さよなら。さよなら。LoveFM Podcast。LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。LoveFM Podcast。